はい、山です。神奈川総合駅の南口にやってまいりました。毎週チャブ名古屋といったら、まあ、世界の山ちゃんも有名ですが、フライボさんもあるんだけども、フライボさんは今回は参加してないようです。こんな感じですね。手羽先がいっぱい出ております。なんか、結構遠く大阪とかですね、九州とかそういったところからの、あと、韓国。まあ、韓国というか、まあ、午前中やってたテレビ番組によると、なんか、大門の方にある、なんか、韓国食材の店で、直接韓国から直接出店ではないようなんですけども、このマシッタチキン、うまいチキンっていう意味ですけど、そういうのが出ていたりします。あと、ゴミ取りさんとかも出してますね、ゴミ取りさん。はい、全然関係ないんですけども、15年以上前、入り中で、スリランカカレーの支店長をやった時に、向かいにゴミ取りさんがいて、結構ライバルだった。どうでもいい話なんですよ。で、なんかこのゴミ取りさんはなんかスモーク風手羽先で非常にうまくてですね、これおすすめです。あと手羽先も、まあ、このスモーク風手羽先は2本500円というやつ、あと1本、この一文屋さんのこのでかいやつも1本500円で結構高いんですが、他にはその6本500円、1本500円から6本500円の価格帯でいろいろあるので、なかなかいいと思います。ただ、手羽先サミットだけあってみんな手羽先でして、自分もだいぶ3、4000円分手羽先食ったんですが、手羽先ってずっと食べ続けられるもんじゃないなっていうのはちょっと感想であります。はい。というわけで、手羽先サミット、ご当地ゆるキャラっていうんですけども、でもこれね、最近のゆるキャラなのかな、つしまると八丸とパグミン以外は知らないんですよね。このつしまるくんってのはつしまのゆるキャラなんですけども、全然出番がなくて、何年か前のアースデーのゆるキャラサミットでお呼びしたことがあるのでよく覚えてるんですけど、他のゆるキャラってのは見たことがないゆるキャラばっかりなんですけど、そんなのがいるんですね。ということと、あとですね、ご当地ヒーロー、なんか、グランスピア、これは少し知ってるんだけど、この、東進オリバー賞、東進オリバー、瀬戸市のキャラクターなんですよ。そんなのがいたんだっていう話です。はい。で、まあ、実は昨日、その、ちゃぶ台をここでやっていたんですけども、どんどんこの、これ第1回で主催者の方が慣れていないように、なんか、ここでなんか路上アーティストをやってる占い師さんとか、音楽家とか、追い出すとか言ったんですけども、変じゃねえかと。まあ、金山の商店街の人がやってるんですけども、まあ、地域の文化として重要だし、お互いに盛り上げなきゃいけないんだから、うんぬんかんぬんってやってたら、結局、まあ、追い出さないという結論だ。